農林水産省は地域で長年育まれてきた農林水産物や食品の名前を知的財産として保護するため GI 地理的表示保護制度に登録しています今回、伊達市柳川町の伊佐沢地区発祥で県内と宮城県の一部で生産されている伊達のあんぽきと田村市の田村のえごま油が新たに登録されました。 県産の農産物ではこれまでに南会津の南郷トマト郡山市の阿久津曲がりネギ、川俣町の川俣シャモが登録されています。